第三次、ペルソ・チューク戦争は、サーサーアン・アサと、西特決との間の三度目の、そして、最後の戦争である。前の二つの戦争とは異なり、中央アジアではなく南コーカサスが戦争の舞台となった。戦争は627年に、西特決の党、ヨーマモルカガンと、東ローマ帝国の皇帝、ヘラクレオスによって始められた。西特決と、 東ローマ帝国の同盟と対立したのはアバールと同盟していたサーサーン朝であった。この戦争は東ローマ帝国とサーサーン朝の最後の戦いを背景として争われ、中東地域における勢力の均衡を何世紀にも渡って変化させた劇的な出来事の序章としての役割を果たした。西暦600年時点の東半球の勢力図。 アバールとサーサーアン・朝によって行われた最初のコンスタンティノープルの包囲戦の後、東ローマ皇帝のヘラクレオスは政治的に孤立した立場に立たされていた。正教会がアルメニア人に異端者の汚名を着せていたために、南コーカサスに位置するアルメニアのキリスト教徒の権力者を頼ることができず、同じキリスト教国のイベリア公国でさえ、 宗教的に寛容なサーサーアン・アサとの友好関係を維持することを選んだ。この悲観的な状況に対し、ヘラクレオスは、東、世を守るガンという東ローマ帝国にとって最適な同盟者を見出した。この時期より以前、交易問題が原因となりサーサーアン・アサとの関係が悪化していた、特決の西面ガンの出点密が東ローマ帝国に接近していた。 室天密は568年にソグド人外交官のマニアーに率いられた施設団をコンスタンティノープルに派遣し、施設団は当時の東ローマ皇帝ユスティヌス2世への贈り物として機を献上するだけではなく、サーサーアンアサに対する同盟も提案した。この提案に同意したユスティヌス2世は施設団を特決へ派遣し、ソグド人が強く望んでいた。 中国の絹の直接取引を保証した。625年にヘラクレオスは西特欠へ死者のアンドレアスを派遣し、軍事援助の見返りとして、東洋守河岸に驚くほどの富を約束した。東洋守河岸の側では、シルクロードに沿った中国と東ローマ帝国との交易路を確保することを切望していた。シルクロードは第二次、 ペルソテュルク戦争の余波で、ペルシア人によって寸断されていた。当、よう、世を守るカガンは、ヘラクレオスに対し、私は紀伝の敵に復讐し、勇敢な部隊と共に、紀伝を助け行くであろうという言葉を送った。千人からなる騎兵隊が混乱を伴いつつも、ペルシア領内の南コーカサスを通り抜け、アナトリアの東ローマ帝国の宿営地に、カガンのメッセージを届けた。 ナリりグイコールからの名で知られるデルベントの要塞と街並み627年の初めに西特結とハザールの連合軍がアレクサンドロスの門として知られるカスピ海に面したデルベントへと迫った。サーサーン朝によってこの地に新しく築かれていた要塞は北高ーサスからアルバニアの肥沃な大地へと至る唯一のルート上に存在していた。 ソビート連邦の歴史家のレフグミョフは、アルバニアの軽武装の在地軍は、当、ヨーマモルカガン率いる銃騎兵の大軍とは、比較にならなかったと述べている。当、ヨーマモルカガンの部隊は、デルベントに猛攻撃を加え、アルバニアを蹂躙して徹底的に略奪した。デルベントの陥落と略奪は、この事件を目撃したと考えられているアルメニアの、 歴史家のモブセスカ眼カとバチによって詳細に記録されている。難航不落と考えられていたデルベントの要塞の陥落はアルバニア全域にパニックを引き起こした。アルバニアの部隊は首都のパルタウから撤退し、コーカサス山無役方面へ向かったもののカランカトゥイクの村の近くで西特ツとハザールの部隊に襲われ、そこで殺害されるか捕虜にされた。 カガンカトバチの記録によれば、征服者はアルバニアに過酷な調税体制を敷いた。トビリシのなりから要塞にし突決と、東ローマ帝国の次の攻撃目標は、イベリア公国であり、イベリア公のステファノス一世は、サーサーアンアソの王である、コスロを二世に侵入していた。カガンカトバチの言葉によれば、ハザール人が大きく強力的な公益都市として知られたトビリシに、押し寄せ、 完全に包囲した。そしてすぐに、東ローマ皇帝、ヘラクレオスと、その強力な軍隊のもとに加わった。ヘラクレオスと、唐、ヨマモ守るガンは、ナりからの城壁のふもとで対面した。唐、ヨマモ守るガンは、ヘラクレオスの下に近づき、肩に口づけをして一礼をした。返礼に、ヘラクレオスは、蛮族の支配者を抱きしめ、カガンを、我が息子と呼び、 自らの王冠を、カガンの頭上に乗せた。続く祝宴の間にハザールの指導者は、礼品としてあり余るほどの耳飾りと織物を受け取り、一方の塔を、要守るカガンは、ヘラクレオスの娘であるエウドクシアエピファニアとの婚姻を約束された。包囲戦は、大きな進展がなく長期化し、守備側の再三にわたる反撃によって攻撃が、中断された。2ヶ月後、ハザールは、 秋までに戻ることを約束して草原地帯へ撤退した。当、世を守るガンは包囲中のヘラクレオスを支援する4万人の軍勢の指揮官として息子かオいである若い不セ説を残して去った。しかしこれらの軍勢もやがて去り、東ローマ軍は包囲を単独で続けることを余儀なくされ、守備側からのヤジを引き起こすことになった。ジョージア人が皮肉を込めてヘラクレオスの言った。 近親結婚に対する暗愉である、ヤギと呼んだ際に、ヘラクレオスは、ダニエル書の一節から、一つの角を持つ、オスヤギによって倒された二つの角を持つ、オヒツジの物語を思い起こした。ヘラクレオスはこれを良い兆候と解釈し、南方のペルシアに向かって、進軍を開始した。627年12月12日、チグリス川の岸に現れたヘラクレオスと、 東ローマ帝国の軍隊は、ニネベの一石の近くで、ペルシア軍と激突して、勝利を収めた。翌628年の1月には、サーサーアン・アサの取得手指ンの周辺を荒廃させ、東ローマ帝国のサーサーアン・アサに対する関係を、大きく好転させた。西暦600年時点の西特欠と、東特欠の勢力図西特欠ピンク、直接統治範囲。 紫、影響力の及んだ、範囲東特決水色、直接統治範囲、青、影響力の及んだ範囲ヘラクレオスの勝利の後、等、要守る河岸は、急遽、飛び氏の包囲を再開し、冬の間に都市を攻略することに成功した。河岸かとばついは、大軍勢が剣を高く掲げて、壁に向かって進み、すべての者が、お互いの肩に乗って、壁をよじ登った。 黒い影が悲嘆に打ちひしがれた住民を襲い、彼らは打ちまかされ、追い詰められていったと記している。ジョージア人は、さらなる抵抗をすることなく降伏したものの、都市は略奪され、住民は虐殺された。ペルシアの大使とイベリア皇は、唐、要守る加減の面前で拷問され、殺害された。特決の部隊は、白兵戦の強さでよく知られていたものの、 包囲戦の能力は決して高いものではなかった。このため、レフグミリョフは、トビリシの攻略は、ハザールの手によるものではないかと述べている。また、この成功は、ト要守るマカガンをより遠大な構想に借り立てることになったと信じるだけの十分な根拠が存在する。このトビリシ攻略の軍事行動において、ト要守るカガンは、通常の略奪作戦を行うよりは、むしろ、 アルバニアを西特決の領土に組み入れることを起としていた。本拠地の水ア部へ引き上げる前に、東洋守ガ岸は、不セ説とその将軍たちに対し、彼らが私の息子に会うために訪れ、私の支配に服し、我々に対して、彼らの町、城、そして交易の権利を認める限り、その土地の支配者や貴族の命を奪わないようにという指示を残した。この言葉は、 東洋守る河岸が遥か東の中国まで影響力を強めたのと同じようにシルクロードの最西部の支配を維持する意思を持っていたことを示している。しかし東洋守る河岸は628年に叔父のバガトルに殺害され河岸を散脱された。629年に西特欠の勢力は南高架サスから撤退したものの630年4月に クリセツがアルメニアへ侵入するために指揮官のチョルパンタルハンと共に総勢3万機の騎兵隊を派遣した。サーサーアン・アサは侵略に対抗するためにシャフルバラーズが1万人の軍勢を差し向けたもののチョルパンタルハンは遊牧民の兵に特徴的な策略を用いてペルシア軍を待ち伏せにしこれを殲滅した。しかしトゥルク人は サーサーん朝の対応が厳しいものになることを承知していたため、都市を略奪した後に草原地帯へと引き返していった。ありがとうございます。